まあ、日本では、あれは中国の大部分では、うちの予言であるなんであるうちの言う話は、もう冗談にすぎませんし、うちももちろん冗談めかしているし、だからまあ、今指摘したに、まあ、日本とか中国の大部分では、あるいはアメリカもそうかな。アメリカ、日本、中国、まあ、三大愚民大国と呼ばれる地域では、うちの話は本当に笑い話にすぎません。本当に笑い話なんです。ただ、そのアメリカ、日本、中国の一部っていう、その三大愚民大国以外の世界ではうちの話も真に受けられてる人じゃないしね。本当に真っ正面からまともに命令として受け止めてくださってるけどね。それはまあ地域によってその文化が違うし、文明も違うし、何が正義かも違いますから、うちの指令をどう取るかっていうのは、それはもちろんそんな個人にとっても、個人によっても自由ですし、国家によっても民族によってももちろん自由なんです。